しょ。さあ、行きましょう。おはようございます。ただいまね、8時20分。さあ、では今日も一日ね、気をつけていきましょう。とりあえず今日はね、狭山の方は9時から10時着なので、まあ9時ごろつける感じでいきます。よいしょ。ではね、ちょっと燃料を給油してから向かいます。よいしょ。はい、ありがとうございます。あ、はい、すいません、ありがとうございます。さあ、行きましょう。給油も完了。よし、では狭山の方までひとっ走りといきましょう。ひとっ走り。ちなみにここからね、22キロ。できました。はい、はい、やってきました。狭山日高インター、あと2キロ。今ね、8時35分。まあとりあえずここまではね、渋滞はなくスムーズに来ております。まあ、到着予定もね、なんか伸びて8時45分。まあ15分前にね、到着できそうです。まあ、とりあえず、ちょっと降りたらね、青木さんとこ電話したいと思います。はい。さあ、降ろしてきましょう。で、あと、降ろしたら降ろしたでね、次の積み込み先は藤岡。はい。藤岡なので、まあ、また、高速で乗っかって、あの上里でちょっと休みたいと思います。まあ、多分ね、時間は昼からなると思うのでね、まあ、早く降ろして休んで昼から積みましょう。よいしょ、よいしょ。料金は14,700円です。はい、希望します。さあ、ちょっとここは混んどるかな。まあ9時までには行けると思うのでね、ちょっとペペッと行きたいと思います。では降ろしていきます。はい。さあ、花粉も相変わらずひどい感じですけど、今ね、はい、9時30分。ありがとうございます。
もうね、さっき電話して、でお客さんの子入ってったら、もうすぐ下ろすよって感じでね、もうぐぐっと下ろしてもらいました。なんでめちゃめちゃ早かった。一応ね、9時ちょっと前、55分とかにね入ったんですよ。そしたらね、もうあっという間に下ろしてもらいましたね。30分ぐらいで、もうペペッとって感じですよ。よいしょ。待ちもなく、スムーズに下ろしてもらいました。助かります。なんでね、めちゃめちゃ早かった。まあ、下ろしの方はね、ちょっとリフトマンさんが1台で、もうパッパパッパと下ろしてもらったので、本当ね、待ちもなく下ろせるのが最高。よいしょ。さあ、ではね、次へ行きたいと思います。まあ、次はね、藤岡なので、まあ時間はね、一応ね、1時から3時の間ってなってましたね。なんで早く行っても仕方ないので、まあ休憩取ってから、まあ4時間のね休憩取ってから、藤岡の方に積みに行きたいと思います。よいしょ。まあ、とりあえずね3時までに行けばいいのでね。はい、ありがとうございます。とりあえず圏央道からね、また上信越行って上里町、上里サービスエリアで休みましょう。まあ、さっきはね、あの高坂でしたけど、それを越えて上里まで行って、で4時間休んでからね、あと藤岡で降りて積み込みに入るって感じです。さあ、ではちょっと上里町までワープと行きましょう。イエイ。はい、さあやってきました。はい、上里サービスエリアまであと2キロ。今ね10時20分になります。いや、もうちょっとですからね、あとは休憩して、まあ2時20分ぐらいまではね、ちょっと休んでいきましょう。とりあえず4時間休憩したいと思います。トレーラーレーンはね空いとるかな。相変わらずトレーラーレーンは埋まっとるか、どうやろう。トレーラーレーンここ空いとるな。まあいいや、ここでいいや。よいしょ、空いてた。まあいいや、ここで。よっしゃ。はい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 。とりあえず4時間休みましょう。さあ、止まれたぜ。なんとかよかった。ここを2時20分まで休みます。さあ、休憩タイムです。では、後ほど。よいしょ。さあ、行きましょう。はい。今ね、2時25分。さあ、行きましょう、行きましょう。ちょっと藤岡で降りて、お客さんの方行きたいと思います。よいしょ。まあ、今日の行き先はね、まあこの間も、行ったことある神戸。前ね、あの2カ所、門真と神戸の2カ所の時と、はい、同じあの神戸が1カ所ですね。神戸1カ所なんでありがたいですけど、
まあ、とりあえず行きましょう。今日の積み込み場所はね、ちょっと初めてなので、ちょっとドキドキですね。料金は5050円です。はい。まあちょっと、はい、初めてのところですけど、あの積んでいきたいと思います。では、行ってきます。積み込み頑張ってきます。はい、さあ今ね、群馬県藤岡市の積み込みが終わりました。ありがとうございます。おやさんのところから出て走ってたんですけど、まあ積み込み終わった時にね、ちょっと会社の方に電話したら、まああの何ですか、おやさんの方から電話かかってきてちょっといろいろね、あの確認の電話を今取ってました。なんとね、指示書にはね、あの積み込み枚数が何枚っては書いてなかったんですけど、いざ行ったらね、大型分やったんですよ。うん、パレットもね18枚、あれーって言ってまあ実質ね、あの段積みとかするんでもうちょっと詰めるんですけど、まあトレーラーやったらね、あの半分ぐらいしか、半分もいけないかな、半分以下ぐらいの量やったんで、ちょっとそれはと思って確認してもらって、で今ねお客さんとやり取りして、まあそれでねいいってことやったので、今ね出発してきました。焦るぜい。どっか積み足しがあるんかなって一瞬焦りましたね。一応ね、藤岡の方一箇所だけっていう、ね、指示書にはなってたんですけど、積み込んだらね、え、こんだけみたいな、残りどっかで積むのって感じでしたけど、なんとね、まあそんだけでいいってことなので、まあ行っちゃいましょう。まあ一応確認戻ってね、で通るんで、まあ大丈夫でしょう。まさかの荷物が半分っていう、こんだけしかないのかっていうまあなんでね、上り坂は多分スイスイ行くと思います。軽いんで今日は、まあ、とりあえずね、次の吉井町のね、インターで乗っていこうと思います。まさか最初からね、こんだけやってて書いてあれば、あこんだけなんかと思いますけど、何もね数量書いてなくて、で荷物が半分ぐらいやとね、うわーこれ絶対どっか積み足しあるんかどうなんやろうかって言って、まあ一応ね経験上それでねいいやと思って出てくとね、後から電話あって、すいませんって言って、もう一箇所あったんですけどみたいな、なるか、まだ荷物があったんですけどみたいなことになるのでねまあ一応確認だけは取ってから出発しましょうまあ確認されとってもらえばね、そんだけの物量でいいってなるのでいいですけど、まあ問題はね、これがトレーラーになのか大型になのかが分かりません。まあトレーラーに出会ってほしいなと思いますけどね、トレーラー運賃かトレーラー運賃であってほしいなと思います。まあトレーラー運賃でね、会ってくれれば
まあ、軽くてありがたいお荷物になるんですけど、まあ大型にあってなればちょっとショックやなっていうそんな感じです。よいしょよいしょ。さあ行きましょう行きましょう。あとはね、上信越で、まあ、いつも通りね、向かっていきましょうか。上信越、長野道、中央道。あれ、中央道、今日夜間通行止めじゃねえよな。あれ ?20 日からやったよね。まあ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 、その時間にはクリアできるかな。確か大丈夫なはず。とりあえずもうペペッと行っちゃいましょう。まあ最悪ね、トギジャンクションから東海北陸道で名神行きます。ダメならではちょっと神戸の方まで行きたいと思います。あとは休憩ないのでね、430取って行くだけで、あとは神戸、はい、に向かっていきます。では気をつけていきます。さあ走っていきました。ただいまね12時ちょうど、イエーイ、走ってきました。とりあえずあれからね、あれは駒ヶ岳で430一回取ってね、ご飯食べて、でその後ねもう一回ね430取ってね、こう、はい、やってきております。結構今日ねトラックめちゃめちゃ多いです。もうパーキングもね入れないぐらいめちゃめちゃ多いなと思ってね、2回目の430で調べたら、だから新名神がね下り線やったかな、あの工事で全面通行止めになってました。なんでねこの名神の方がねめちゃめちゃ混んでます。トラックどんだけ来るんやってぐらいなんか昔って感じのね、本
とトラックが多い感じです。まあでもね、今回はね、神戸まではなんとか行けそうですね。あとはね、お客さんのところで休まさせてもらえればね、もうバッチし、まあ今回はパーキングに泊まることはないのでいいんですけど、これはかなりいつまで通行止め続くんかな。もうどこもかしこもね、泊まれない状態になっております。もう入るのもね、もう一苦労ってぐらい。これは弱ったぞーって感じです。ちょっとね、まああと1週間2週間ちょっと考えながら夜走りたいと思いますよ。ちなみにね、あと神戸まで残り23キロなっております。まああとはね、ビベット行きましょう。ちなみにね、料金所まであと2キロぐらいかな。西宮料金所でね、一回くぐって、あとは阪神高速乗って、あの生田川で降りて、お客さんのところ行きますよ。料金はどうやろうな。今回は吉井町から乗ったので、まあ2万5000近くなるんかな。もうちょっと超えとるかな。おー、右やで、あっち行かんねえな。いや、田川でいくらかな。ありがとうございます。さあ、神戸まであと行っちゃいましょう。とりあえずちょっとね、トラックが多い時間帯なので、ちょっと気をつけて走っていきたいと思います。ではね、今回はここまでにしたいと思います。では、あともう少し、神戸まであともう少しですけど、ではまた。よいしょ。